はい、どうも、T.T です。引き続き聖剣伝説やっていこうかなと思います。で、ちょっとレベル上げました。ちょっとだけね、20レベルまで上げました。前回が15、6ぐらいだったのかな。あ、もうちょっと上げましたね。で、まあ強くなりましたよ。 まあそれはなってるでしょ。ついにジーンできると思うのでやってみよう。よしよしよし、レベルあるぞ。頼むぞ。誰がクラスチェンジするの？俺だ。さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。お願いします。クラスチェンジ、できそうだな。どうなる？ナイト、グラディエーター。あ、光と闇を選べるわけだね。ナイト、盾装備が可能な防御型のクラス。攻撃だけではなく高い防御力と回復魔法とで味方を守ることができるようになる。俺は回復したくないの。攻撃型のクラス。盾は装備できないが力が大きく伸びる。火、水、土、風の4属性のセーバー魔法を駆使し与えるダメージ量を底上げできる。もう攻撃よ。火力特化よ。俺は回復は周りにしてもらいたい。おお、いいね。あ、いいねいいね。紫かっこいいじゃん。かっこいいかな。言ったわ、勢いで言ったはいいけど、かっこいいかな。あー、いいねいいね。まあ、なんせ攻撃力上がるのは助かるぞ。デュランはファイターからグラディエーターにクラスチェンジしました。以下のことが新しくできるようになりました。必殺技、旋風剣を習得しました。コンボ、〇〇〇三角を習得しました。いや、何それ。SP ゲージの上限が 300%。今まで 200% だったんだね。アベリティを装備できる枠が2つ増えました。あ、これ助かるね。育成ポイントから解放できる特技とアベリティが増えました。ほう。ってことは他の2人ももちろんできるってことだよね。よし、他の2人もしよう。誰がクラスチェンジするの？アンジェラ。アンジェラ、どっちでもいいよ。どっちか回復頼むよ。クラスチェンジ。クラスリセットってなんだろうね。リセットもあるんだ。ソーサレス、デルバー、ソーサレス。属性攻撃魔法を多く習得する。対応力の高いクラス。敵の弱点を狙うことで効率よく戦える。ああ、悪くないね。デルバー。闇属性を得意とする妨害型のクラス。自分の HP を使い、魔法能力を高める。アビリティを習得することができる。まあ、こっちかな。HP を減らされたら困るわ。回復いねえのに今のところ。さあ、赤い服からどうなる？何色に？あー、赤い服だな。いや、なんか強くなった感出してくるけど。あ、なんか白いヒラヒラみたいのついたか。アンジェラ、マジシャンから。そう、マジシャンだったの。ピンク台風、コンボを習得、 300%。 同じか。リース、回復頼む。リース、誰がクラスチェンジするの？まさかのデュランに回復があるとは思わねえもんな。さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。これ一人一人やんなきゃいけないんだな。まさかそれぞれの属性で違うってこともあり得るのか。さあ、ワルキューレとルーメイデン。ワルキューレ、各種ステータスの強化が得意なサポート型のクラス。味方に合わせた補助効果を選択することで長所を伸ばすことも弱点をカバーすることも可能。ほうほうほう。鉄筋の弱体化を得意とする妨害型クラス。どのような相手でも柔軟に戦うことができる。大体同じようなこと書いてない？大体同じようなこと書いてるんだけど。回復は？あ、待って、次ページとかあるじゃん。え、知らなかった。ああ、これで必殺技を覚えるのも違うんだ。ああ、なるほどね。能力の違いも出ると。まあ、でも、雰囲気でいこうかな。どっちにしよう。まあ、サポート、妨害型。まあ、こっちにしとこうか。文字数多いから。やっぱ文字数多いとね、いいこといろいろ書いてる可能性が高いから。さあ、緑の服から。青なのかな？紫なの？青かな？淡い色だね。
去年ちょっと流行した色だね。まあ同じようなもんだね。さあということで、一旦ちょっとセーブじゃねえ、装備を育成見てみようか。あ、4いけるな。ちょっと待ってね、適当に上げちゃうね。さあ装備終わりました。じゃあ一旦戻りましょうかね。あ違う、こっちだね。はいはい、ごめんねごめんね。じゃあ一旦戻りまーす。さあ着きました。あ、なんだお前。暗い洞窟で息を潜める日々は終わりです。我らの城を取り戻しましょう。お、どうした、ポジティブか。あ、なに、なになに、何の会議。混ぜて混ぜて。賢者ドンペリには会えましたかな。ああ、まあ見ててくれ。お前、俺がレベル上げてなかったら何もできてないよ。お任せください、ご主人様。出す。何してくれんの。え、なになに、なに、ジン、今の。お、これで眠らせるってやつね。なんかこんなこと言ったらあれかもしれんけどさ、卑怯じゃない。なんか勇者たちのやる行動じゃなくない。さあ今がチャンスです。ただ城内にはまだ眠っていない敵がいるかもしれない。くれぐれも気をつけてください。なんか風の力で敵を眠らせて、その隙に城を奪還しに行くってさ。樽の中にワンマルドロップと天使の聖杯を用意しておきました。持って行ってください。いや普通にちょうだい。これ以上なんでわざわざ樽に入れた。敵にはさせません。父の無念を晴らすためには必ず城を取り戻します。よし、リース気合入ってんね。行くよ、しっかり働けよリース。いやてかマジこのメンバー回復いねえのかな。困ったな、ずっと俺ラスボスまでまんまるドロップでやっていくことになるのかな。お、働いてるか。ここは私たちにお任せください。よし、頼むぞ頼むぞ。っていうかお前寝てるやつらを見てるだけでしょ。いい仕事やね。お前も同じこと言うのか。ここは私たちにお任せください。聞いたわ。お、なになに、え、どっち、あれ待って、ん、こっちか、違うね。あ、上から行くってことね。なるほどなるほど。いろいろ気になるいろいろ気になる。まずこの壺。てか何この部屋、こんな部屋あったの、知らなかった。あんま街の探索してねえもんな。あ、なんか向かい合ってるぞ。戦うのかこいつら。いや手裏剣投げてきた忍者が。まあそれ忍者だもん、手裏剣投げてくるか。水遁の術、いててて、お前らしっかり戦えよ。いや全然寝てねえじゃねえかよ。もうしっかり戦えお前ら。本当はもうできねえやつらだなお前ら。よし、いやいやいや、敵はいないようです。少し休んでいきませんか。よし、じゃあ行こうか。頼もう。あ、まだまだ。ひどいです、城内にモンスターを放つなんて。あ、そうなの。盗賊だ、絶対に許せません。あ、いけないんだ。ちょっとなんかいけるかなと。なんかモンスター放つってなんでわかる。全然見えないんだけど。
よし、まんまるドロップも手に入れたし、行こうぜ。ていうか全然寝てねえじゃねえか。私が倒します。こりゃよし、倒したか。全身に力が満ちています。誰だ、ボスか。回復しようがいいかな。なんだこいつ。あ、やべ回復しようと思ったら行っちゃった。仲間か。化け物です。あなたもナバール兵ね。父の仇、覚悟。違うんだ、俺の話を聞いてくれ。名前はホークアイ。確かに俺は元ナバール盗賊団のシーフだったが。あ、そうなんだ。逆にナバールから追われている身。みんな関係あるんだな。今度のことは全てイザベラって女が盗賊団を乗っ取り、忍者たちの心を操ってローラントを占領させたんだ。俺はそれを止めに来た。信じてくれ。心操ってんだ、だから喋れないんだありがとうよ。イザベラって女が何者なのか、まあ酒よこせと言ったけど、俺も詳しいことはわからない。だがこれだけは言える。本当のナバール盗賊団は決して人を殺したりはしないと。俺の調べではイザベラというのもどうやら仮名で、今は美獣と呼ばれているようだ。俺は親友のイーグルという男、イザベラ、いや美獣に殺されたんだ。美獣はさらにイーグルの妹のジェシカにまで。奴が死ぬとジェシカも死んでしまうような呪いをかけ、俺が手出しできないようにしている。ちょっとややこしい。イーグルやらジェシカやら。だから頼む、崩壊やら。もし美獣と会っても奴を殺さないで捕まえるだけにしてほしいんだ。勝手なお願いだって分かってる。でも分かりました。私はこのローラントの王女だったリースです。父の仇は取りたいけれど、無実の娘さんを犠牲にはできません。ヒャッホー、さすがは王女様。もうキスしちゃうめっちゃ軽くなった。なにこいつ。何をするんですか。俺のリースに。私、おっと、すまない、つい興奮してしまって。一人で行けよお前。できるかどうかわかりませんが。あれ、リース恋しちゃった。何とか捕まえてみます。何、ちょっと動揺して。そうか、ありがとう。キュンとしちゃった。だがこれ以上みんなに迷惑をかけるわけにはいかない。なんとか俺一人でやってみるよ。うん、行け行け。俺は先に行く。どんな髪の縛り方してんのよ。あれ、リース、リース、どうした二人が見てる。リース、大丈夫。大丈夫リース。あれ、ホルターな、これ。今は動揺している場合じゃありません。先を急ぎましょう。いきなりキスされるなんてちょっと羨ましいか。そういうもんなんかな。訴えられそうだけどな。ちょっとまんまるドロップで回復させて。よし。お、誰か倒れてるぞ。あ、ここ寝てるやつか。あ、外のやつしか寝てねえってことなんだな、多分。建物の中にいたら風が来ないから起きてるってことなんだ。そういうことね。よし、この城を守ったらどうなんだろう。逃げて逃げて。待って、俺そういえば技覚えたよね。あ、ある、使ってみよう。扇風機。おお、強い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 。あ、強いじゃん、いいね。扇風機、あ、でも 200% 使うんだね。あー、なるほど、強い分やっぱパーセンテージ使うね。なんで忍者一人でいいの。時間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。急ぎましょう。いやー、マジでこいけど回復キャラ欲しいわ。うんと、こっち側行き止まりってことは何かあるか。あ、宝庫。あ、いるな。よし、なんだ、480。確かにお金もちょっと欲しいからな。最後お金ちょっと足りなくなったもんね。いや、戦わんとダメあんなとこに突っ立ってるやつ、なんとかいけん。あ、いけそういけそう。あ、いけん。あー、もう、よし行こう。
いや多いな敵が。えい倒した。せっかくダンジョンぐらいちょっとゆっくり見せていきたいなと思ってんのに、いやーもう、いやマジもう20レベルを舐めてもらっちゃ困るよね。こっち20レベルあんだから強いんだよ俺ら。なあなあって出るわ。はい、パルティザンどうだ。パルティザン、パルティザン、こいつじゃない、こいつじゃない、パルティザン、パルティザン、あ強いじゃん。攻撃力と魔法攻撃力めっちゃ上がる。12ずつ、よし、いけない、あいけた、なんラッキー。アイテムの種も取って、よし行こう。ボスか、もういっぱい戦ったぞ俺。まだか、あ回復ある、うわ宝箱もある。なんでこいつは宝箱置いといてくれるんだろうな、優しい。ポセイドの爪3個ってことは道具だな。セーブして、てか気がついたら2章になってた。どのタイミングで2章になったんだろう、わからんね。さあ来たぞ、レベルアップした俺らが。どんな敵、動けねえじゃん。おっと待て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 、あれなんこれ風、トラップレベル1、どういうこと。いやここからこれが出るっていうことね。お前ら1点だったら攻撃して、よし行くぜ、旋風剣、いいね、はい、全然食らわねえな。これでもトラップレベル2とかになるのかな。てかここにいたら全然攻撃食らわねえんだけど。ああ吹っ飛ばされちゃった。あなるほどね、そういうこともやれる、やってくるってことね。はい、ということで一人になってしまいました。こいつらすぐ死ぬ、危ない危ない、なんか変な敵も出てきたし、危ない、あーもうこれ吹っ飛ばされるのめんどくせえ。うわ出てきた、なんかよし旋風剣で一緒に死ね、お前ら。はい、とどめだ、いけ、よっしゃやってやったぞ。ていうかはちゃめちゃなんだけどこいつ、強っ、レベル足りねえのか、なわけねえよな、ありえるか、強かった。ていうか他の2人がすぐ死ぬ。すぐ死ぬ、あーって、マジやってらんねえよ、二人が使えなさすぎてよ。お前ら分かってんのか、おいおい、お前らちゃんとしっかり戦うこと分かった、逃げたりもしてよちゃんと。お前たちはあの時の、お弟をどこへやったの。ビルとベン、エリオットを返しなさい。知らんな、行くぞベン。えビル、まさかのボス、さっきのでいいじゃん。何じゃない、合体すんのお前ら、フュージョンじゃん。合体だと、さあ妙な技を使いやがれ。本当にね、貯めなきゃいけん。おい、え待って、ガード壊せないの。23レベルか、若干足りねえのかな。ベン弱くな、弱くあれ、弱くあれ、もう3人でボコるぞ、いけ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 、お前らいけ、
リース死にそうだぞ。大丈夫か。早くしてか、リース。またね、1個だけだぞ、おい。しっかり働いてくれよ、その代わり。これ、どっちの攻撃かわからん。よし、俺にも使うぞ、扇風剣。ほらー。いや、かわされてる。違う違う違う。お前必殺技、必殺技の最中かわせてずるいやろ、それは。それはあかんよ。ここは受け続けてもらわんと。減らんなぁ。勝てぇなぁ。お、チャンス、チャンス、ここで使いたい。やべ、あーミスった。え、ビルとベンが分かれたぞ。チャンスなのか。リースまた。リースも勘弁し、いや俺もだ。待って、まあじゃあまず俺からね。まず俺から使わせて。え、待って待って、使わせろや。いやいや、ちょ待って、ちょちょちょ、こういうのさ、ずるくない？で、あ、間違った！あ！腹立つ！マジかよ、これ。回復もできねえじゃん。で、リース。何、ペン見てんだよ、お前よ。ペンだけでも死ね！よし、よし、倒したか？よしよし。あとはお前だけだな。1対1ならさすがに勝てるでしょ。よし、おらおらおら、チャンスだ。いけビル、最後はかっこよく十文字切り。どりゃどりゃ、死なんのかい。待って、必死。待って、レベルちょっとマジで足りんかも。このゲームレベル上げマジで必須か。よし、強かった。覚えてろ、美獣様、申し訳ございません。よし、ビルとベンが強え。いや、こんなに経験値もらえるってことはやっぱまだダメなのかな。ボスでこんぐらいもらえてもおかしくないか。どうしよう、一旦回復、あ、回復してるね。ほんとお前ら使えねえな。お前は何者だ。あ、美獣じゃん。私は美獣、黒の貴公子様にお仕えしている。こんな城にもう用はない。星家に触れてやるよ。あ、そうなの。待て、やったね、リース。返してくれるってよ。目的達成じゃん。エリオットいねえけど。皆さんのおかげで城を取り戻すことができました。本当にありがとう。リースもいたら、ここに。もうお父様は戻らない。俺は回復できる仲間を連れていきたいよ。あの美獣とかいう女がナバールを操っているみたいだ。とんでもねえ女だぜ。でも本当に大丈夫なのかしら。いつまたあいつらが攻め返してくるかわからないよ。一度は炎上して失われた城の防御もナバールによってほぼ修復されている。これなら我々だけでも大丈夫。いいやつらではねえか。もう同じ過ちは繰り返しません。崩壊は崩壊。我々にはもう眠り花粉は効きませんからの。またエリオット様も捜索隊を結成して探しに行かせますじゃ。ホークアイはどこにいるの。リース様は城にお残りになって我々を導いてくだされ。え、今何か喋らんかった。エリオット様のことボタン押してないよ俺。
ここのことは我々に任せてお旅立ちください。リース様が我々アマゾネス軍の隊長、王子様が敵の手中にあると分かっていて城に留まることなどできるお方ではないことを承知しております。お前酒屋で働く気だな。いいな、似合ってたからな。いいな、その格好で働いた方が儲かるんじゃないか、酒場が。ライザ、みんなありがとう。私は王国復活のため行方不明のエリオット王子を見つけマナの剣を手に入れて戻ってくる。それまでお願いね。しばらく帰ってこないつもりだなって多分思ってるだろうな、みんな。リン様、お気をつけて。それでも王女様が行くことか、根本的に。さて、風の精霊も見つけたことだし、一度フォルセナの英雄王さんのところに戻りましょう。そうか、報告こいつだもんな。めんどくせえな、あいつ。ついてきてくれりゃいいのにな。あ、またあれかな、ボンボヤジの親戚とかいるのかな。あ、何こっち、ここ何、別の出口。あ、あ、違うか、来てるか。天かける道好きだな。天かける道、パロはどうなっただろうな。二重が去ったことで盗賊団の洗脳も解けているんじゃないかしら。それなら良かったです。安心して船に乗れますね。今喋るのを待ってたんだけど、なぜかと言ったらこれ明らかに手だよね。ゾンビ的なやつ出てくるよね、これ。キャー、ホラーゲームやー。いや、ここら辺の敵とかは別にそんな強く感じないんだけどな。ボスがマジで強すぎると思うんだけど。あ、やばかったな。毒だ、無視しても治るだろう、いつか。あれ、ここは、あ、もう来てるとこだね。どこ行くんだ。あ、と、あ、待って、ここでさ、あの、なんだっけ、ダンジョンの入り口に戻るだったらどっち戻っちゃうかな、後ろ戻っちゃうかな。使ってみようか。使えなかった。ダンジョン扱いじゃなかった。じゃああそこまで行きますね、サクッと。さあ来ました。まあまあな距離あったね。さあぶっ飛ばしてもらいましょうか。なんだ、すぐあるの。なになに。あ、こいつ、この野郎、お前らのせいで町はめちゃくちゃだ。そうなの。おらおらおら、たわけものめ。おらおらおらだけ言われてもな。みんなで寄ってたかってひどいじゃねえか。もう何してたのお前。ニキータ。うわー、兄貴、助けー。兄貴、ニキータ、俺が誰か分かるのか。よかった。皆さん、会話噛み合ってないな。こいつもナバールのものですが、心を操られてどうすることもできなかったんです。許してやってください。この通りだ。お、こいつもナバールなんだ。まあそうやって頭を下げられちゃ許さねえわけにもいかねえ。行こうぜ。聞き分けめっちゃいいな。お前ら城襲われたんだぞ。おーおー、兄貴助かったな。おー、なお、兄貴が旅立ってからすぐにナバールは。こいつだけ邪気ないのかな。大っぴらに呪術で全員の心を操り始めたんにゃ。事前にそれに気づいて逆らおうとしたやつは美獣が召喚した悪魔によって皆殺しに。すでに呪いをかけられていたジェシカさんには新たな呪術がかからないせいか心を操られずに済んだにょですが、チカロウに入れられてしまい、あのチカロウ
兄貴が脱走してから壁が何重にも強化されてしまい、もうオイラにはどうすることもできにゃくなってしまったんにゃ。やがてオイラも心を操られ。そうか、ニキータ、お前はもうナバールには戻るな。危険すぎる。ううジェシカさんを守りにゃかったんだな。気にするな。ジェシカだけ心を操られずに牢屋に入れられているということは、美獣もすぐにはジェシカを殺すつもりはなさそうだ。騒がせたな。じゃあ何カッコつけてんねんお前。すげえな、サンタさんみたいなの持ってるな、に聞いた。もうすぐクリスマスだね。さあ種は、あ、そう、銀色のアイテムの種持ってんね俺。これどうなの、いいんでしょこれ。どうなんでしょう。で、チビデビルリング、チビデビルリング、バシリスク、精神の水。ちょ、よくわからんアイテムが多いのよな。全然増えねえな。だったらもうほんとまんまるドロップとかでも嬉しいよ。ああ、まんまるドロップ来たわまさか来たわ。ホルセナへ向かおう。よし、でこっちか。夜なった、うルナの日、夜がルナの日、朝なのかな、あんまり変わりがわからん。船で行くんだ。飛ばしてもらえるのかと思ってさ。お金かかる。あ、ちょっと待って、武器だけ見てこようかな。はい、武器屋来たら結構高くて結構いいの置いてあるわ。もうこれ装備しとこう。気に入ったぜ。で、アンジェラ、あ、パルティザン、ここで売ってるやつなんだ。アンジェラもじゃあ装備。またのお越しを。こいつはすぐ死ぬから防具も変えとくか。装備がやっぱ弱かったからさっきすぐ死んだのかなと思いたい本当にそう思わせてほしい。いらっしゃい。レベルのせいだと思いたくないよ。お、フォーバーク装備してる。いや、なんか値段の割にはなんか上昇率低くない？いいだろ、まだ次の街とかでいいのあるか、あるはず。行こう。さあ帰ろうぜ。船が出るよ。何人でもゼロルク乗ってけ。どうしたの、なんでそんな気前いいの。船が出るぞー。怖いな、気前が良すぎて。船が出るぞー。特に会話もないぞい。いやー、ディズニーランドにありそうだよね前回と全く同じ会話してみた。いや、この霧がね、マジで敵出そうな空気すげー醸し出しくんのやめてほしい。で、結局出ないでつくんでしょ。あ、スキップできたの、知らなかった。ドッキンって言ってよ。まだバイゼルにつかねえのか。一体どうなってやがんだ。え、ここで霧関係してきた、もしかして。わ、なんだアンジェラがさっと起きてたな。あ、喋るわけじゃないんだ。え、敵出ません？これちょっと調べてみるか。ああ、さすがにここは出ないか。アイテムの種、よし。よっと、びっくりした。なんなんだよこの船はよさすが、てか汚ねえなこの部屋。この部屋っていうかこの船、もうちょっと綺麗にしとけよ。沈没船かよ。こういうのは取れないのか。この部屋は何もない。こっち
ち側行き止まりだけど、アイテムある。ぷいぷいそう。ぷいぷいそうってなんぞや。使ったことがないぞよ。お？ビビってんな。幽霊船みたい。幽霊船みたいだもん。なこりゃ。こいつはひょっとして噂の幽霊船？ああ、なんか見えるとかしたもんね。え？俺飛ばしちゃったの問題だったかな？かすかに精霊の気配を感じるよ。飛ばすべきじゃなかったのかな、もしかして。とても弱いの。じゃあこの船に精霊がいるってこと？わからない。もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ。気をつけて。え、ボスですか？気をつけて。ああ、そういうやつらね。なんで俺、なんで幽霊船に来ちゃったんだろう。そこのちょっと見てないやな。だって向こうに乗り込んだわけじゃないよね。まともに戦えそうにないぞ。ちょっと頑張って。よし、まずこっちだな。行き止まりの方から調べときたいよね、やっぱり。だからば、ミミックとかもいるの？オーガボックス強いね。よし、行け。お前らも戦えるんだぞ。よし、オーガボックス、ミミックか。よし、これでしばらく敵と遭遇しないでしょ。ほんとかいな。あ、何ここ。みんな行くわよ。なんでよ、入れさせろや。もうすぐじゃん。当然の結果ね。はい。え、え、え、あなた道具売ってるんすか？いらっしゃい。マジかよ、そういうの売ってんだ。ただ俺もう何買っていいか分からんし、丸々ドロップとパックンチョコがこんだけあればとりあえず足りるかなって。まだ何か。儲かるんすか？お客さん来ますか？よだれ出てますよ。大丈夫っすか？じゃあこっちでいいのかな。ボスとか困ったな。レベル上げとか、ああ、こんなんだったら防具買っといてやりゃよかったな。っていうかさ、武器屋もあるんだけど。何ここ、どういうとこなんだろう。さあこっち側なんだ。ん、入れないの？え、いけそうだよね。いけそうだけど、あ、なんか読めんの？あ、読める。血の本、死の本、呪いの本、そして闇の本を棚に収めよう。あ、そういう、星の本、星の本じゃないの、地の本、星の本、収めてみるか。あ、外れたらそうなるってことね。じゃあちょっと待って、先に上の階って何かちょっとチラッとだけ見てみようか。あー、同じ感じか。じゃあ下から行こう。まあセオリーは2階からっていうもんでしょう。で、地の本、ちょっと待って、地の本、メモっとくか。地、死、呪い、そして闇。よし。これは地の本、はい、正解です。はい。で、あ、こっち行っちゃっていいのか。で、ここが呪いの本。順番関係ないよね。よし。で、武器ハンドかな。なんでだよ。入ろうとしたら出てくるのかな、必ず。
しかも1匹しか出てこないね。出てくるならもうちょい出てきたらいいのに。いつか武器へ。お前らを倒す武器を持ってるわ、全部持ってるわ。おっと、ミミックでは、ミミックだ、なんかそんな感じしたもんな、ね、今。ミミックっちゃダメだな、ゲームが違うもんな。オーガボックス、ういチャンスだ、いけいけ。よし、でここは C の本合ってます。っていうかフェイントが少ないなもう初めの1個が間違っただけでそれ以外全部合ってるじゃん。これも敵出るね。ほら待って待って待って、死にそうや。状態異常回復、はい。で HP も回復、200あれば大丈夫でしょう俺なら、まあ、ダメだからこんな状態になってんだけども。盗めない、あいつ今なら盗めるんじゃねえか。買っとくか、もうここまで来たらなんかありそうだしな。いい買い物したわ、使わせてもらいます。もう金が1万切ったぞ。いやありがとうぐらい言って、こんな客の来ないところで買い物してあげてんだよこっちは。あいた。さあここがん、あとなんだ、光の本、違う違う違う、光じゃないよ、光じゃない、騙されんよ。危ない危ない、そうそう、そういうフェイントもたまには入れてくれないと、こっち側もねどうしていいか分からなくなっちゃうからね。敵じゃないよね、よし。私たちの邪魔をしないでください。なんで、ああこの戦闘のパターンちょっと見づらいよね、あのカメラアングルとか。普通のなんか RPG みたいな感じがいいな、横に並ぶ昔のドラクエとかファイナルファンタジーみたいな。ん、私たちの邪魔をしないでください。よし扇風剣だ、どうだ。こういうのはどんどん使ってった方がいいね、どうせすぐ溜まるから。この辺の敵は全滅させたようだな。これか、最後の本か、闇の本。どうだ、どこかで扉が開く音がした。さっきの入り口のところってことかな、開かなかったところ。よし、いいね、帰りは早いよ。なになに、何ですか、なんだこりゃ、公開日誌ホラーじゃねえかよ、気持ち悪い。こんにちは、マタロ。どうも、私幽霊マニュアのマタロと申します。とうとう念願の幽霊になることができました十分満喫しましたのでそろそろ帰りますこの感動をあなたにも。どこに帰るのよ、さようなら。わわわ、マタロ、お前幽霊に憧れたもんなえ、どういうこと、代わりに幽霊になったの、どういうシステム。マジ俺幽霊になっちまった死んじまったのか。これはさっきの人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら別の誰かに呪いを移さないと。フェアリーに移そう、フェアリーに。この船から出られないよ。フェアリーに移してみよう。別の誰かって言っても、あ、来たね。くしょ、逃げやがったな。なんて奴らだ。
いや、フェアリーいるじゃん。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？ビビビ、バレたか。とにかくこの呪いの元になるものはこの船のどこかにあるはずよ。それを残されたみんなで探しましょう。頼むよ。見てる。もし探すのが嫌になったらいつでも変わるから言ってくれ。幽霊船を二人だけで探索するなんて大丈夫でしょうか。幽霊はちょっと怖いけど仲間を見捨てられないものね。早く呪いを解いて元に戻してあげましょう。てかお前も来ればよくない？デュラン、まあ、あえてちょっとこの二人で行ってみようか。いつもデュランばっかり使ってるからな。こいつらも使えるのかどうか。広さ的にはよくわからん。まあ入ってみるか。頼もう。いや、リースとアンジェラどっちにしようかな。参ります。アンジェラとリース、俺リースにしようかな。っていうかリースの技あ、なんかある、使ってみよう。なんかできればあの全体攻撃みたいなやつがいいよね。もう一個の本使ってみようか。あ、これまだこっちの方がなんかどうだ、攻撃力与え、あのなんか広範囲に与えれたらいい。やばいやばいやばい、ちょまあ死んじゃった。ちょっと待って、じゃあお前の必殺技もちょっと見てみようか。あ、え、なんで技がない。待って、アンジェラ技ないの？え、待って、アンジェラめっちゃ弱い。いろいろ弱い、アンジェラ。技もないし。ちょっとアンジェラ首変わってみようか。うん、アンジェラ弱いし。ちょっと待って待って、戻りたい戻りたい、一旦戻りたい。まだリースは使えたけどアンジェラがマジで使えない。ちょっと変わってもらっていいですか、アンジェラと。あ、アンジェラ魔法キャラだからかな。やり、さあ交代交代。さあ交代しよう。アンジェラと置かれた。あ、喋りかけた方がなる。アンジェラよく納得したな、それ。よし、あ、まんまるドロップ1個じゃ足りないね。もう1個使っとくか。じゃあこれだ。そうか、そんなんなったか。よし、じゃあ行きましょう。こっちは何？あ、アイテム、ぷいぷいそう。あとは何もないね。こっちは？あ、宝箱。444ルック。怪しい宝箱。怪しい。怪しいけど開けずにはいられない。だよね。なんだろうね、宝箱ってずるいよね。開けちゃうもんだって。宝箱なんて目の前にあったら絶対開けるでしょ。大の大冒険のレオナ姫並みに開けちゃうでしょ。早くこの船から脱出する方法を探さないと。今何、フェアリーが喋ったの？リースじゃなくて。いやー、めんどくさい。ん？なんだこいつ、敵じゃないのか。いや敵だよな。行っちゃっていいのか。なんだよ。いけー。いい、強いな。なんで毒ポストリ食らってんねん、お前。後ろから毒とかやめろ。
階建てなの？立派な船ですな。よし、ちょっとじゃあ動画的にもいい時間だと思うので、セーブして今日のところはここまでにしましょう。うん、次回幽霊戦続きやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。